じゃあ次は下の句を番出します。はい。はい。はい。脱走。これいいですね。これ付き合ってんじゃない？はい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 、はい。あ、まさかそんなことがあり得るなんてっていう。ま、脱走とのイメージ、あのキャラが、最強の脱走。なんかジャンプのサブ隊にありそうだね、ジャンプ映画系。脱走とは無縁のね、人がまさかの脱走ですよ。いや、俺もね、脱走とは無縁の人だな、まさかこいつが逃げたらもう終わるでしょっていう。ゴッド脱走。わあ、ゴッド脱走。神様逃げちゃう。うん。いい俺のはね、あ、こんな子がプリティ脱走。いや、俺ね、ある日日本全国女性の皆さんのあれがつましくなってしまったおっぱい脱走。何それ。超くだらねえ映画。B 級だよね。C とか Z だよもう。これね、あのね、面白いけど票を入れたくないぐらいの。そんな映画強すぎる。強すぎる。せーので。せーの。プリティかな、最強かな俺。ああ、俺もじゃあ最強の最強。最強。いやー、おっぱい強いと思ったけど。いやー、ちょっと B 級色が強い。下の句発表します。はい。はい。野獣。出た。野獣出た。これはいいんじゃない？野獣。野獣。もう俺行くわ。はい、野獣、もうスーパーだよ。スーパー野獣。男は野獣。男はシンプルイズベスト。ダーティー野獣。ダーティー野獣。汚ねえ。汚ねえ野獣。隠された野獣、裏野獣。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 すごいテンポ良かったなあ。どれが好きかな。あーせーの、男は裏。裏かな。裏野獣だよ。裏野獣。野獣でさえやばい。そうだよね。ありがとうございます。いきますよ。はい、はい、グラビティ。グラビティ。グラビティ。あ、俺もできた。はい。うん、これだな。俺もできた。うん、どうしようかな。初恋のグラビティ。うわぁ、もう重力だよね、こう言って。おい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 。うわぁ、うまいわ。オツのやつやな。オツのやつだな。まぁ、ちょっとある少年の悪口から始まるのがタイトルになりましたね。お前の脳内グラビティ。だなっていう最初のあらすじのコメントからそのままタイトルになったっ、うん、お前の脳内グラビティって。高いな、高いな。意味が分かんない、よく分かんないんだけど、何を言いたかったの。まあ悪口ではあるんだよ ね、じゃあ僕行こうかな。はいはい、うん、でもね、これ多分エレベーターのことじゃないですかね。アパートのグラビティ。なるほどね。うん、アパートのグラビティ。じゃあ多分ね、重力を使ったホラー映画かな。うん、ネバーエンディンググラビティ。わあ、やばい、綺麗だな。重力から逃れられない的なね。うわあ、ほんまやな。うわあ。はいはいはい、はい。はい、ハートもグラビティな。そうですよね。エレベーターだね。エレベーター本当に見たい、みんなこれ、あれ面白くないじゃないの、タイトル。タイトル面白くないとみんな見ようともしない。興味は惹かれるな、アパートのグラビティ見たい。そんな下野くん、はい、ボーイズ。ボーイズ、ボーイズいいね。ボーイズ、どっちかな。あー、どっちかな。あー、むずい。うわー、どっちかな。あ、じゃあ言っときます。はいはい、はい、地獄に落ちた方が。これ強いわ。男二人落ちてるからね。地獄に落ちた方が。あ、じゃあそれの続編。続編。資料のボーイズ。資料のボーイズ。じゃあその続編。めっちゃ活躍しないこのボーイズ。3作にわたってこいつら3作目でどうなるんだよ。さらばボーイズ。で、さらばボーイズがヒットして、その間の
でちょっと人気出たから地獄に落ちたボイスと狩猟のボイスの間の作品を作ろうと思った。なるほど。ここで地獄のボイス。ああ地獄に落ちたボイス。地獄で地獄に落ちた先の話を。だから一回ここにあってから狩猟からの天国からのボイスもあるから、ね。天国のボイス。さらばさらばボイス。さらばバックトゥザボイス。ちょっと待って、じゃあ最終章出させてもらって、最終章、はい、5位の人も出させてもらって最終章何それ。でもなんか最終回には予算と落ちるに落ちる落ちる素晴らしい。何だこれ、何個あるんだよこれだけ。7シリーズもできちゃったからね。すごいな、勢いやばいな。結局どれがいいんだ、結局どれがボイス強いな。まあ、どのシリーズが一番好きかだよね、この7作品の中で。どれが神作品だったか。OK。せーの。おお、地獄に落ちたとさらばが2票ずつ。俺やっぱね、初代が好きなんだよね。じゃんけん、ほい。よし、でもさらばの声だ、結構原点回帰の回だったんで、確か。そうね。地獄に落ちたボーイズね。地獄に落ちたボーイズ。なんでストーリーができるんだよ。途中天国から来てるから。そう、手貸しありなの。手貸しありなの。下野くん。はい。キング、おお、キングいいじゃない、おお、おお、おお、いつかな、あ、もうこれだよ、おお、キングとは名ばかり、お前は第3のキングで、第1、第2がいるんで、1人は友で、まあでもそれの続編ですよ、7人のキング。7人も4人来たからまだ登場してくるから7人のキング。じゃあそのなんていうかな、一人一人に焦点当てたというか、オムニバス的なライフイズキング、うん、ライフイズキング、オムニバスね、オムニバス結構外伝編だね、視点すぎるね。ちょっと待って、この流れなの、このシリーズの前日とはもう美女とキング、なるほどね。ちょっとその美女を見つける流れがサタデーナイトキング。ああ、なるほどね。ちょっとじゃあ最終章出していい？また最終章。ラストキング。ああ、ラストエンペラーじゃん。出したみんな。まあ何？二枚出し、二枚出し。一枚以上出した。一枚以上は。じゃあどれ好き？あるな。第3のキングが出てからな、ちょっと人気出てライフイズキング作っちゃったから、はいはいはい、せーの、第3かな、あ、じゃあ7人か、7人のキング、なんかもうなんだよこれ、乗っかるシリーズ、その長編シリーズの違う、楽しみ方が違うんだけど、はい、エンターテインメント、エンターテインメント、あれ難しいかな、これでも綺麗にいきますわ、どういうの、はい、これはまあ戦場のエンターテインメント、あ、これはまあ綺麗にいきました、今回は笑いではなく、僕もディズニー調で、ディズニー調、羊たちのエンターテインメント、おー、羊、あー、動物の羊ね、うん、そうはいはいはい、これは気になるよ、あ、禁じられたエンターテインメント、あー気になるね、あ、綺麗だな、興味そそるね、うん、これはね、エンターテイナーたちの悩みを描いた映画です、はい、分かっちゃいるけど、いや、これ強いな、言えるってなんだろうみたいな、風刺が効いてるな、風刺効いてるね、多分サムネに、サムネ詐欺にちょっと葛藤があるね、これ。そうね。そう。分かっちゃいるけど、紙書いて使いすぎだよな、最近。でもエンターテインメントなんだよな、って。スナさんが懺悔始めた。そうそう、重大な報告がありますっていうのを今月使っちまったしな、すげえ胸くそ悪いこと言うけど、エンターテインメント。エンターテインメント、分かっちゃいるけど、喧嘩してっけど、あれエンターテインメント。そのせめぎ合いだね。はい。せーの、まあまあ。じゃあラストですよ。はい、ラストの映画見ましょう。はい。はい、大作戦。ああ、これは長編の予感が。そうだね。
え、これ何枚まで出していいんすか、好きにすれば。好きにすれば。よし、よし、じゃあ、行きます、とりあえず。はい。大大作戦。大大作戦。好き。好き。それめっちゃ好き。大大作戦か。シンプルに強いな。大大作戦だもんな。うん、猟奇的な大作戦。ああ、そうだな。 B 級映画で攻めましょうかね。全ては大体これで解決ができるっていうところの作戦なんだけど、カンフー大作戦。ああ、じゃあそれの続編出た。出た出た。少林大作戦。あ、世界的に大作戦シリーズ流行っちゃったから、うん、はいはい、ちょっと日本にちょっとこびました。セーラー服と大作戦。ああ。これ、エロビデオじゃん。そうだね。そう、まあ、ちょっとね。ちょっとポルノに行っちゃったねっていう。そうそうそう。でもやっぱり売れちゃったから味を占めたんでね。愛と追憶の大作戦。売れちゃったからね。これもう、あの、セクシービデオだね。天心大作戦。え、もうね、もう俺もセクシービデオですよ。おかんの大作戦。わかんないですだけど、まあやっぱ地上物もいいよね。やめろ。ほら、危ない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 。まあちょっと受け身もいいよねってこと。僕の大作戦。なるほど。支え支えの受け身。もうやめてよやめてよって言って、うわ、やめてよって言って。まあ受け身もねちょっとね。オッケー、もうない、みんなもない。ちょっと待って、何いけないじゃあそれ。それいきなよ。ちょっとだいぶだ。出せよ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 。すげえシンプルだよ。出せよ。出せよ。史上最大の大作戦。それでいいんだよ。そうあるべきだよ。もうこれおかしいじゃねえかよ。ポルノに行ったからちょっとおかしくなっちゃったもん。限定会議したから。限定会議だね。じゃあ、いくよ。僕の大作戦。やめてよやめてよ。それが決めて、それ決めてる。本当にお姉さんに襲われる。さあ、名作いっぱいできました。おお、はい、おお。いや、まあでも自分もフルメタルつらいよなんだよね。ほー。まさかあの人形物の中にサイボーグが出てくるのかっていう。まあびっくりだよね。もともとあんな浅草寺のほのぼのストーリーが突然最新シリーズでサイボーグ出てくるんだもん。路線変更したな、新しいシリーズって思ったわ。これ見た時には。俺が一番好きなのね、昼下がりのやめられない。ダメ人間だよ。何してるんだよ。昼下がり何してる。働けよって。含みがあるやつね。これね、分かっちゃいるけど、エンターテインメント。これね、もしかしたらむちゃくちゃいい映画かもしれない。僕らみたいな人間にね、うん、なるかもしれない。サムネで迷ってると。まあ、はい、僕はもう最後盛り上がったからね。あ、それな、それやね、うん、これ絶対面白いよ。受け身、受け身ですね。決戦投票する？しますか？うん。じゃあ、じゃあこの中の一個だけが、アカデミー賞入ります。おお。自分が推薦したやつは、刺すのなしね。じゃあ。ああ、そのことか。はいはいはい。あっとなると、これしかなくないこれだな。うん。そうだね。OK。はい。はい。せーの。はい。僕の大作戦。僕の大作戦2票。アカデミー賞。僕の大作戦。まさかの。誘い受けの勝利。あの4作目のセーラー服のシリーズからちょっと急に路線変更した、あの大作戦シリーズ。日本で売れすぎたからね。日本で売れすぎたからね。だからね。